あの先日浄土宗の法然承認の開祖850年を記念する、えー、フォーラムに参加させていただいたわけなんですであのいろいろ勉強になったんですけどその時にその法然承認について改めてね、えー、考えたんですけど、まあ、もちろんあの、えー、法然承認については <coughs>、えー、浄土宗についてはね学校の歴史で学んだんで知ってはいたんですけど改めてあのその意味を考えてね ボンプ、ボンブっていうのかなあのー、ごく平凡な人でも救われるんだと。しかもその生阿弥陀仏というあ、あのー、言葉を唱えれば救われるんだってことを法然上人おっしゃったわけでしょう。で、僕、そのことについて改めてすごいなと思ったわけなんですね。あの、まあ、天台宗の当時の延暦、えー、寺かな、えー、要するに今ので言うと大学とか大学院にあたるような非常に高度な学問を収めてるところに法然上人いらしたわけですね。お弟子さんが親鸞さんなんですけど。で、 だから、ものすごく難しいことを考えていたはずだと思うんですよ。その、仏教についてあれ、仏教哲学について、生きるってことについて。<laughs> なんだけど、その、誰でもね、生浴びた仏という言葉を唱えれば、それで、えー、救われるんだっていうシンプルなところに落とし込んだわけですよね。だからこそ、つまあ、広がっていったわけじゃないですか。あの、歌舞伎なんか見ていても、よく生浴びた仏という言葉が出てくるわけで、うん、なんか、 わわ、まあ、かるわけで,す、ね、でこの僕はあの、まあ、今回法然上人のフォーラムがあるってうんで改めて考えたんですけど実は僕もよくわかってなくて阿弥陀仏だから阿弥陀仏にすがるって意味なんでしょうね阿弥陀仏とあのその法然上人が、えー、開かれたのかな千温院京都のそこにある、えー、早礼号っていういわゆるあのものすごくこれ国宝の素晴らしい礼号、えー、図で今国立博物館でやって るそうです、ね、なんかこの早洗い子って本当にあの、えー、まあ誰あの治療されている方があるかな亡くなるっていう時にその無限の彼方から阿弥陀様とかが、えー、雲に乗って魂の救急車みたいに救いに来るっていうそういうところが描いてる、まあ、魂の救急車ですね無限の彼方からもうすごスピードで無限のスピードで光のスピードでかなもっとかな早いんだろうかな。 あの、やってくるという、そういう様子を描いてる、ここの、えー、まあ、巻物でございますけども、まあ、あのー、そういう、なんていうかな、その、いろいろな、じゃあこの、早来語について、その意味を問うってこと、解くってことだって、まあ、大切なことだけど、だそれでも、まだ難しいのかもしれないよね。どんな人でも理解できる、何万見た物っていう、 あのナムって何なのか俺も実は分かってないんですよ。こういう状況ですから,ほら、ナムって何なのかって、なんとなく何なんですかね、ナムアビダムズはナムって、なんか、他力に頼るって意味なのかな、今ふと思ったけど、よく分かってないんですよね。分かってないままずっと生きてきてるわけじゃないですか。ね、なんだけど、ナムアビダブズって言葉知ってるわけじゃない。それが法然のすごさだったんだろうね。だからあの僕は 思想ってのはそういうものがあるのかなって、実際にはものすごく深くいろんなことを考えてるんだけど、それをなんかシンプルにいろんな人に落とし込もうとしたときに、誰でもおじいちゃんでもおばあちゃんでも子供でも、学問がある人でもない人でも、物を深く考える人でも考えない人でも、とにかくその、なんか誰にでもつながる、通じることを表現するってことの大切さってことをね、あの、僕は、あの、言ってる気がして、改めて法然の生浴びた物はすごいなと思ったのと、 えー、じゃあそれに相当するものって何なのかなって、ね。自分の人生、あるいは世の中において。これは僕だけじゃなくて皆さんもそうです。皆さんの人生において生蜂蜜仏に相当するものって何なんだろうって。すごくシンプルで、えー、みんなに伝わるものって何なんだろうと。あの僕あの今年、エジプトに中尾聖一郎さん、佐賀新聞の中尾聖一郎さんと行った時に、えー、そのピラミッドがね、えー、ずっと残っているのを見てあの、自分の人生におけるピラミッドって何なのかなって。 思ったことがあるんですけ法然の,のフォーラムに参加して自分の人生における生無駄物に相当するものは何なのかなってことを考えるようになりました。